どうも、吉高です。僕普段からドメスティックブランドの洋服を着ることが多いんですけれども、まあ、その一方で先日ユニクロ U の動画をアップしたようにですね、適度にこうファストファッションも楽しみながらコーディネートを作っています。で、ただこうユニクロとかのファストファッションってこう否定的な意見が多いと思っていてですね、例えばこう安っぽいだとか、まあ、あとは量産型であるとか、まあ、そういうネガティブな言葉を耳にすることが多いと思ってます。で、僕はですねユニクロに対してそこまでこう否定的な意見は持っていないんですけれども、まあ、うまくユニクロと付き合いながら日々のファッションを楽しんでいます。で、今日はですねそんな僕がこうユニクロをコーディネートに取り入れるときに意識していることについてお話ししていきたいなと思います。で、具体的な話をする前にですね、割とこう大前提的な話をしたいんですけれども、まあ、洗練されたファッションってどういうものなのかという話をしたくてですね、まあ、僕が考える洗練されたファッションって統一感と抜け感があるものだと思ってます。で、この2つがそのユニクロを取り入れる時のキーワードになってくるというふうに考えていてですね、まず統一感の部分なんですが、まあ、統一感のある、ファッションは洗練された印象に見えるというふうに思っていて、まあ、例えば建物とかで例えると分かりやすいんですけれども、まあ、等間隔にこう窓が並んでいて統一感のある建物って、洗練された印象に見えるじゃないですか。まあ、あとはこう左右対称の建物、これもですね建築の分野ではこう一般的に美しく見えるものだと、言われていたりだとか、まあ、こんな感じでファッションにおいても、統一感のあるものって洗練された印象に見えるというふうに考えています。で、次に抜け感なんですけれども、まあ、統一感のあるものは洗練された印象に見えるというふうな話をしたんですけれども、まあ、こと街着とかリアルクローズにおいてはですね、まあ、それが時にはこう一辺倒で凡庸に感じることがあるというふうに考えています。なのでそこで大事になってくるのが、抜け感、言い換えるとこうメリハリなんですが、まあ、割とこれはファッションにおいても顕著に現れていることだと思うんですが、まあ、魅力的なアイテムがですね説明されるときってこう逆説的な言葉が、使われることが多いと思ってます。例えば、僕のこのトム&CEOのレザーシューズなんですけれども、レザーのシューズなのにスニーカーのエアソールが使われているとか、あとはこのリーバイスのステイプレストなんですけれども、デニムなのにセンタープレスが入っているとか、まあ、こんな感じで魅力的なアイテムってこう抜けがあって逆説的に語られることが多いと思ってます。まあ、これがですね、まあ、アイテムだけじゃなくて、まあ、コーディネートにも共通して言えるというふうに僕は考えてます。で、ちょっと話が長くなってしまったんですが、この統一感と抜け感っていうのが、ユニクロを取り入れる時にも、重要なことだと考えていてですね。まあ、具体的にユニクロでこの2つをどう表現するのかという話をこれからしていきたいんですが、まず統一感の部分は、僕はですね、リレーションを活用してこの統一感を、演出しています。で、このリレーションって何なんだっていう話なんですが、まあ、簡単に言うと複数のアイテムに、関連性を持たせること、そのテクニックをリレーションと言います。まあ、具体的には、トップスに、ボーダーの T シャツを着たら、ソックスにもボーダーのソックスを合わせるとか、まあ、スニーカーが青色だったらトップスのインナーには青色のインナーを合わせるとか、まあ、こんな感じで、共通した、要素を、複数のアイテムに持たせることを言うんですけれども、まあ、具体的にそれをユニクロで表現したコーディネートをお見せしていきたいんですが、まずこちらですね、まあ、これに関してはですね、パンツが、ベージュとブラックのパネルワークのパンツなんですが、まあ、ここをリレーションのキーにしてトップスにユニクロの、アイテムですね、これユニクロは、パネルワークのブラックの色を拾って、ニットもブラックで、リレーションを持たして統一感を、演出するというようなコーディネートです。で、あとこちらのコーディネートなんですけれども、これはですねトップスが、ブラックのパーカーで、ネイビーの、ちょっとしたこうレイヤードの、デザインのあるアイテムなんですけれども、このネイビーを拾ってきてパンツには、これユニクロのアイテムなんですが、ネイビーカラーのパンツを持ってきて統一感を持たせると、
まあ、こんな感じでユニクロで要所要所でこう統一感を意識することで割とこう洗練された印象を持たせることができるんじゃないかなと考えてます。で、二つ目の抜け感の部分なんですけれども、まあ、僕がですね、ユニクロのアイテムで、抜け感を演出するときに、気をつけているのが、サイジングですね。僕、普段 S サイズのアイテムを、着ることが多いんですが、ユニクロに関しては M サイズと L サイズを選ぶことが、多いです。まあ、っていうのも、洋服の印象を、まあ、左右する要素っていろいろあると思っていて、まあ、例えばデザインだとか、まあ、あとは素材とか、まあ、あとシルエットですかね。まあ、いろいろあると思ってるんですけれども、まあ、いろいろある要素の中で一番、まあ、印象をコントロールしやすいのって僕はサイズだと思っていてですね。まあ、ユニクロのアイテムに置き換えた時も僕はサイジングでその印象を操作することが多いです。はい。で、まあ、例えばどういう、まあ、コーディネートを作るのかという話なんですが、まあ、こちらのコーディネートですね。これはですね、トップスがユニクロなんですけれども、普段 S サイズを着る僕がですね、これは L サイズを、着用しています。まあ、普通に着るとベーシックな印象のアイテムだと思うんですけれども、まあ、それではちょっと、一辺倒だというところで、ドカッと大きく L サイズでこうリラックス感をアピールするような、コーディネートにしてみました。で、あと先ほど見せたこちらのコーディネートのトップスもですね、実は L サイズなんですね。まあ、これ普通に着ると、まあ、ちょっとトップス、上半身の部分が、なんですか、シンプルすぎるかなというふうに思ったので、ダボッと着用したいなというところで L サイズを選んで、ちょっと抜け感を演出、してみました。はい。まあ、こんな感じでユニクロのアイテムを取り入れるときは、統一感と抜け感を、意識していて、まあ、それをどういうふうに表現しているのかというと、リレーションとサイジングで僕は、演出するようにしています。はい。まあ、今日の動画は、ちょっとこんな感じでテクニック的な話になってしまったんですけれども、まあ、ちょっとでも、ユニクロのアイテムを取り入れる時の、参考になると、嬉しいです。はい。まあ、本日の動画は、これぐらいにしておきたいなというふうに思っています。もし今日の動画が少しでも参考になったなと思われた方は、高評価ボタンとか、チャンネル登録の方をしていただけると非常に嬉しいです。はい。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。